Hello, this is YOMO, 船橋シティ、ジャパン。皆様、いかがお過ごしでしょうか今日はね、えーっと、音楽理論は必要かっていうことを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。えー、演奏するにあたってとか、 作曲をするにあたってとか音楽理論は必要なのかどうかよくねあのネットとかを見ると音楽理論は必要なんでしょうかっていう質問とかする方あいると思います皆様もそういう記事っていうの見かけたことあると思います。 それについてね、私の、まあ、個人的な考えですけれども、今のね、現時点での私の考えていることをちょっとお話ししてみたいと思います。で、音楽理論が必要か不要かといえば、まあ、全然不要っていうのは まあちょっと現実的じゃないかなというふうに思いますね。で、えー、最低限っていうの、これだけは覚えておいたらいいんじゃないっていうのは自分の中であります。一つ目は、ダイアトニックコード、ね。皆さんの中でもしダイアトニックコード分かんない方いらっしゃったら、あのググってください。調べてみてください。 で、二つ目があー、トニック、ドミナント、サブドミナント。この三つのコードの機能どういう機能を持っているのかトニックコードって何どういう機能サブドミナントってどういうことでこれをきちんとっていうか、まあ自分なりでいいんですけどね。 えーまあ、説明できるように。自分の言葉でいいんで説明できるようになってることね。で、あともう一つは、まあ、今のちょっとあのね、ことともかぶるかもしれないんだけども、コードを度数で把握したり、度数で理解したり、そういうことはできた方がいいんじゃないかなと思います。 で、これらのことをね、音楽理論っていうのかどうかはちょっとわかんないんだけども、まったくね、トニックとかサブドミナントわかんねえよとかさ、あと、ダイアトニックコード全然聞いたことねえし、な、な、なんか全然わかんねえよっていうよりも、一通りさらっとでもこれを、うん、理解しておいた方が、演奏とか、 作曲とかには全然、まあ、役に立ちますよね。えー、で役に立つっていうことで言えば音楽理論っていうのはツールね道具なので、まあ、そういう考え方をしてもいいかなと思うので、えーまあ、その道具を揃えるっていう意味で必要最小限のね何かものを作るとかね。えー 料理を作るんだったらフライパン必要だよねみたいな話だと思うんですよ。そういうのでえ今言った3つのことは最低限あった方がいいのかな。まあもしね天才的っていうかまあなんか直感的っていうか感性の優れてる方はそんなものも必要ないのかもしんないんだけども。まあ 俺みたいなね <laughs> なんていうか、まあ、全然そうじゃない人は知った方があまあ効率的かなと思います、えー、皆様はいかが考えるでしょうかそれではまたお会いしましょう